ザインターナショナルはドタニにおける世界選手権であり、毎年8月に開催される e スポーツ大会であり、世界最高賞金総額を誇る大会でもある。優勝杯ザインターナショナルは2011年に第1回大会がゲームズコム会場で行い、優勝賞金100万ドルで行う。第2回大会はシアトル交響楽団の本拠地ベナロヤホールで開催。 第4回大会は舞台をキーアリーナに移し、期間中5万人以上の監修が集められ、優勝賞金も500万ドルを超えた。第5回大会は、時期を7月に移動、総額も1800万ドル超となる。第6回大会は再び8月に戻し、賞金総額2000万ドル超、優勝賞金も900万ドルを超えた。第回は、史上最速で、 賞金総額2000万ドルを超え、優勝賞金も1000万ドルを超えた。第8回大会は、カナダバンクーバーのロジャーズアリーナで開催。第9回大会は、中国上海市のメルセデスベンツアリーナで開催。初めて賞金総額が3000万ドルを突破。優勝戦で、OG がリキッドを3から1で破り連覇を達成。第10回大会は当初は、 スウェーデン・ストックホルムのグローベンで開催予定だったが、新型コロナの急拡大で1年延期、かつ会場をルーマニア・ブカレストで開催予定だったが、ルーマニア国内の感染状況が悪化したことから、急遽無観客開催の予定。大会は各大陸予選及びドタプロサーキットのシーズン、総合上位チームの計1 8チームで争う。試合はグループステージは二セットマッチ。 メインイベントは3セットマッチ。ただし、ロアーラウンド1回戦のみ一発勝負で、優勝決定戦のみ5セットマッチ。各組上位4チームが、アッパーラウンド5から8チームはロアーラウンドへと進出するが、最下位チームは敗退。メインイベントは、ダブルエリミネーション方式で実施される。ザインターナショナルは、Twitch や s t e a m トブを通じて生中継されているほか、年以降は、 ESPN に及びウォッチ SPN でも中継を行っている。ありがとうございます。